まずはキッズ&ジュニア部門見ていただきましたが、今回のバトルね、あのステージで戦う前は袖で待機してるんですけど、次ね戦うチーム同士が一緒に待ってるんですよ。僕袖で見てたんですけど、まあ、そっからこう緊張感が漂ってて、でまあキッズ&ジュニアなんで小学生もいれば中学生もいますし、この小学生が中学生に向かっていく姿が本当に感動的で、はい、いい戦いが見れました。そしてねバトルはやっぱり戦った後にお互いを称え合って、まあ握手したり仲良くなるっていうのが本当にいいところだなっていうのは感じました。はい、次は一般部門でここで出演者の方たちが、ま、出番を待っておられます。すごく緊張感が伝わっています。メグが出てきましたね、はい。普段はですねレポーターをやっている彼女なんですけれども、こういう大きな舞台でですねバトルに、ね、出てきたりしています。はい、はい、
なかなか普段はシャイな彼女なんですけど、バトルとなるとなかなかこう、おっ、こんな大技いきなりね、やってしまったり。いいよ。バトルってすごいですね、そう、普段ね、こう出てくる。あ、ちょっと待ってくださいね。これはもしかして、ユキちゃんじゃないですか。どうも、はじめまして。ユキですね。やっぱこう、大きい舞台でバトルに出るというのは緊張するもんですか。緊張しますね。まあ、たくさんバトルもあると思うんでね、どん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 挑戦してほしいなと思います。はい、思います。はい。思います。あ、若菜ちゃんも頑張るということで。頑張ろう。これはですね、延長戦になったバトルなんで、こうなかなか、ムーブが高バトルすぎてですね、決めれなくて、私もちょっと本番悩んだんですけれども、代表者1名による延長戦ということで、彼らのね、ワンムーブが勝敗を決めるという、バトルですね。さあ、対戦相手が出てきましたね。このワンバトルで、決まりますね。緊張するー。緊張しますね。足がですか。足はテクテクなってますね、確かに、うん、やっぱポピュンはその辺はすごく面白いですね。はい、こうね、見てる人もすごくコミカルで面白いと思うんですけど、すごくアイソレーションが大事なジャンルなので、まあでもお互いにいいのがよく分かってるんで、こうもう最後もお互いにね、良かったよっていう感じで、もうこうなりますね。ナイスバトルです。素晴らしい。